はいどうも、えー、東京ホテトの勝負でございます今回はドッキリでございます名付けて中央大学の中学入試のテストがすべて中央過ぎたらタケルは気づくのかはい始まりましたドッキリでございます、えー、今日はですねタケルがですね中央大学卒ということで 中央大学付属の中学校に上がるためのテストをたけるは解けるのかという偽企画を行いますそのテストがですね全て中央真ん中真っすぐにまつわる問題ないしは答えになってるんですねその違和感にあいつは気づくかというドッキリなんですけども、えー、問題を作っております問1 地球の南半球と北半球を分けている線の名前を答えよ」とかね西暦645年に大化の改新の中心人物となった中野大江の王子が天皇になった際の名前を答えよ中野大江の王子がもう中大なんですよね完全にもうこれは中央大学卒の、えー、歴史上の人物でございます次英語問1次の英単語を日本語にしなさいミドル 数学、太郎くんは地点 A から時速 2km で地点 B に向かい、地点 B から地点 c へは時速 4km で向かいました。地点 D に着くまでにかかった時間を求めよう。ああ、まあこれ、<laughs> うん、これもまあ、もうほんと真ん中なんだよね、これ <laughs>。みたいな感じでございます。なかなかに、まあ答えの中に、えー、中央、 関連が入っていたり問題文の中に中央関連が入っていたり様々でございますが皆さんはこのヨガに気づきますよねさすがに気づくと思うんですよちょっと簡単にしすぎたかなっていうぐらいてな感じで、えー、あいつは気づくのか検証結果お楽しみにイージーさあ始まりました東京亭村のオフィシャルチャンネル <laughs> よろしくお願いいたします。ということで、本日は。中央大学を卒業したたけるなら。中央大学の中学入試、解けるのか。いや、だ。ああ、はい、内部校ってことね。内部校ですね。中風。中風。中。中過ぎ。中。中。 そのかまし方はいそのかまし方わかんないんだけどいろいろあんだよたけるは裏口入学だっけ違うわあれなんだけえっ最後も起こしたろかお前待ってそうじゃないとおかしいぐらいにおばかじゃそうなんですまあ英語の動画とかもやっぱりちょっと中央大学に謝れとか中央大学が傷つく動画だみたいに書かれてるよ確かにでもこういうやついいんだよねごめんねごめんね 顔してるな。降 <laughs> りすぎだろ <laughs> お前。溶けそうですか。中学入試でしょ。うん、いや溶けんじゃない。舐め腐ってますね。はい。いやこんなん正直余裕です。<laughs> はい。じゃあお願いしますよ。用意 <laughs> スタート。ここ毎回、まあるんだよな。早くめくるの。何が面白いの？えー、これ中学レベル？ これでも分かんねいうわ英語だはいおお早いいやあの分かるやつは分かるけど分かんないやつは分かんないか,かんない当たり前だそれそ<の>当たり前だそれ <laughs> 結果発表 <laughs> さあ附属中学校に入れるのか OK <イ>第1問社会理科ですね 地球の南半球と北半球を分けている線の名前を答えよ赤道。赤道。赤道正解。よし素晴らしい。これはね、これは大丈夫ですね。はい。第2問。地球の内部は球状の層が積み重なったことでできているが、最深部に位置する層の名称を答えよ正解は内閣ですね。内閣内に閣ですね。土井さん。 これやばいんだよ次のうちに南アジアに属していない国を全て答えようこれもうね正直分かんなかった聞いたことない国を書いたえキルギスとタジキスタ正解はキルギスとタジキスタです<ー>すごいねこれはね聞いたことなかったから書いたんだよねこの2国はですね中央アジアなんですよ よくなんで知ってんのいやわかんない南アジアはやっぱ代表的な国が多いじゃんインドとかっていうので<あ>考察<あ> <laughs> チリ考察チリ考察素晴らしい問4西暦645年に大下の開始の中心人物となった中野応恵の、ON、王子が天皇になった際の名前を答えよスイ天皇正解いやー、ね、正解は天智天皇 天地天皇次のの文章の空白を埋めなさい廃藩置県とは1871年に全国の藩を廃して県や府を置くことにより、うん、ここなんでしょう都道府県 <laughs> 正解は中央集権的統一国,国あ聞いたことあるこれやったよねうんやった権利を分散しましょうってやつね廃藩置県ね,や,りましたねやっぱ社会はなんとなく覚えてるのある、ね、歴史得意だね その得意というか、その覚えてるやつもあるね、<ー>確かに。あと意外とチリが強かったっていう。ザ、鬼門の。エングリッシュでございます。問一、次の英単語、を日本語にしなさい、読める、これまず。ミドル、うん。ちょっと。<laughs> そう、だかミドルシュートとか言うじゃん。ちょっとしたシュートみたいな。は <laughs> あいつらは。<laughs> ちょっとシュートよりも。シュートよりかは、ちょっとしたシュートを打ってるっていう。ニュアンス。

ベリーの中のそのベリー系のベリー系の果実かなと思ってなるほど正解はへそ,です、ね、へそなんだうーんちょっと難しかったかちょっと俺やっぱ英語がやばすぎるな恋さん次の英単語を2音分にしださい、はい、木の実ですこれその前に、ね、<あ>その前に消,、ね、<者>消してますね医者医者って何かね医療系で。<laughs> あっメディカルだよ多分間違えたなでもねこの綴りは見たことあんのよ俺正解は中央値あいや分かんねえわ中央値じゃちょっと真ん中ミドルとちょっと近いってことねそうだそうだねじゃあ英語の問いのいきましょうか単語を正しく並び替えて英文を作成しなさい、はい、トムはバスケットボールチームでセンターを務めていますええこれ合ってんじゃないか えー、不正解です。はい。正解はトムプレイ a y s center on the basketball t 私は昨日セントラルパークに行きました。I went to the Central Park yesterday。正解です。ああ、これはうん、いけてますね。さあ、理系、元理系の、はい、数学ですね。いやち、ね、ちでもこれ覚える系は覚えてないです。これ正直。<laughs> はい。一角の名称を答えなさい。円円収穫 その円周角に付随してる収穫なんで円円収穫 2>, <laughs> 2個目の収穫だから3つ目あれに付随してるのができたら円円円州閣 <laughs> 正解はですね中心角ですねあいやもうこれは、まあまあ、難しいよな太郎くんは地点 A から時速 2km で地点 B に向かい地点 B から地点 C は時速 4km で向かいました、はい、地点 D につくまでにかかった時間を求めよう3時間半3時間30分 正解。この辺は簡単。これいけるよね。これ一三。図の円の中にある直線のうち最も長い直線は次のうちどれってことですね。え、とりあえず直線 AC です。正解です。そうだよね。これなんで丸を一回あの何ていうのその円のこの行く長さに多分比例するんだよ長さって。円のこの内このわかる。このグルーだから AE が一番短いのはわかるし、この円のこの 距離も短いじゃん円弧でそう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 それ測ってる途中にいや絶対 C が長いなと思ってその真ん中行ってるから, <laughs> から直径なわけだよ、うん、ここがだからこれより長いとこはないのかなっていうことでちょっと書いたこの下の表はある生徒の9人のソフトボールだけの記録です中央値を求めなさいこれ38.6って書いてるんですけども、うん、かもしれない正解は B の 35m です、ね、定均値を求めてるあー あなるほどね。あ、そういうことか。まあボンミスですな。これはボンミスだな、マジで。ミスですな。すな<え>英語がだいぶ足を引っ張ってパパます。た、たけるさんは不合格です。え、何問正解してたら合格なの？こんなもん正直全問正解レベルじゃないと多分とんないよ、多分ね。 不合格でした。ということで、タケルは不合格でした。ありがとうございました。シーシー <laughs> ドッキリ大成功でーす <laughs> これは綺麗ですねナイスシュートナイスシュート、うん、危なかったよいや、でも完全に。中央アジアでしょあいや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 、もう気づかれません。多分大丈夫です。大丈夫ですよ。中央アジア 1一問目から赤道赤道内閣内閣キルギスタジキスタン、うん、天智天皇中央集権的統一国家気づかないね何のドッキリか分かんない,いよえっ全部真ん中ってこと正解は 中央大学の入試があまりにも中央すぎたら竹井は気づくのかにそれは分かんねえわいやこれ結構中央だよだい,ぶだいぶ中央だあ、まあ、赤道内閣中ね <laughs>、うん、中央アジアねうん言ったでしょ俺天地天のまあ中中富の中野大 l の中大って言ってたからね中央集権英語ミドルね真ん中真ん中中央 へそへそね真ん中ですな、右も中央値、も中央が3つも入ってる、でセンター私は昨日セントラルパーク、中心角、中,心ね、中間地点 D、ね、D 8キロ、8キロの真ん中、ねうん、で、直線ね直線を次のうち、こちらに直線、A、C、ね、中央値、ね、ってことでいや、これ、気づかなかった、これ、マジで気づかなかった、1ミリも分かんなかった。 俺がちょ,っと、ま、ちょっとヒント与えすぎたかも中央アジアって言った瞬間にむむって顔したけどいや全く<あ>全く気づいそんなことよりも正解した嬉しさそうキルギスとタジキスタンだってなったもん <laughs> やったら真ん中いくなみたいな思わなかったいやえっとね英語、うん、英語だけ聞かせてると<う>真ん中へそ中央値、まあ、へそはあれだとしても、うん、中央値と真ん中を一緒の問題で出すかなって思ったのよ、うん、で、うん、中央値ってなった時に最後の問題で、うん 中央値を求めよって同じ問題用紙に答えとなるものが出てくるのはおかしいなって思ったんだよやっぱ問題解くのに引っ張られてるからあと俺がこの英語を自分の答えで出せてたら気づいてると思う。なんて言ったっけ一軸えちょっと一軸木の実です。<laughs> お前もお前お前の買い取るのがおかしいだろお前英語5問しかなくてなんでいちじくとか木の実とか金金のるものが出てくんだよ自分が溶けてたら分かってたかもということでたけるは端っこの人生でしたありがとうございましたおいビブラート侍か